ジャパンパンチは1862年から1887年までイギリスの画家で漫画家のチャールズ・ワーグマンが執筆、イラストレーション、出版していた風刺漫画雑誌である。幕末横浜の社会的背景を反映し、日本の内政と外国人居留者の生活の葛藤から生まれるフラストレーションを描いたものだった。明治時代の社会的、政治的な問題やメディアや 政治的な風景にコメントしたり、批判したりするために漫画を用いていた。ワーグマンは1862年から1887年までの25年間に、わたって、ジャパンパンチを発行していた。1862年に創刊され、その年には64ページが印刷されていたことが、わかっているが、関数は不明である。したがって、この雑誌が外国人の間で急速に人気を、 白紙始めた1865年までは不定期に刊行されていたと推測される。1862年から1865年まで続いたパンチの不定期刊行は政府が他人を誹謗中傷する内容を掲載したものを処罰すると脅し一時休館を余儀なくされたことが原因と考えられている。その一方で批評家の中にはこの不定期刊行を ワーグマンの私生活の中で起こった大きな出来事が原因とするものもいる。ジョン・クラークはワーグマンがこの時期に結婚して家を購入し、さらには家計や仕事の決着をつけるためにイギリスに帰国したのではないかと示唆している。また、ワーグマンはパンチの中で自分を見送る群衆や目的地であるロンドンを暗示する漫画をいくつか紹介することで、 自身の帰国を明確にほのめかしていた。1865年、ワーグマンはパンチを復活させ、彼の不在が真実の探求の失敗に帰結したと称した。その後、ワーグマンは年20号から12号のペースで観光を続けた。また、マスコミ批判や地域社会の風刺から外国人居留地生活の不合理性や問題点に焦点を当てて明らかにし、 欲望や自己中心性といった人間の欠陥や、日本の内戦や明治維新をめぐる内政を批判するなど、パンチのテーマを拡大した。ワーグマンは200号以上の雑誌を制作しており、1号あたり10ページ程度で構成され、様々な日本の技術を駆使していた。主に和紙に基版画で制作されたが、1883年以降は、リトグラフも用いられ、 日本式のステッチも施されている。この雑誌のタイトルはイギリスのパンチにちなんで命名されたものであり、パンチは伝統的な人形劇パンチとジュリのパンチネロを略したものである。ジャパンパンチの総刊号の表紙にはオリジナルのマスコットであるミスターパンチと呼ばれる口の端を上げた片手使い、人形が登場し、オリジナルとの関係性をアピールしていた。ジャパンパンチの総関や、 存在意義として、横浜のマスコミ関係者や彼らの不存な意見を精査することにあったと一般的に言われている。居留地の主要詞、ジャパンヘラルドが、回覧文章を汚染したものに対して、重罰を与えるという脅しをかけたことに、ワーグマンは、ジャパンパンチに連載した漫画で反発し、批判した。初年度の雑誌の内容は、居留地の主要紙と、 その発行者であるアルバート・ハンサードの論説スタイルの攻撃やパロディのページで埋め尽くされていた。ジャパンパンチは安政五カ国条約、日本の国際関係、日本の国内政治、メディア報道、外交、経済界の著名人のユーモアを交えた批判や風刺を掲載していた。また、横浜の外国人居留地の多様性についても触れており、バーグマンはパンチの中で、 337カ国の国籍を持つ人々が企業を経営していると述べている。ワーグマンはコミックを活用して英語、フランス語、イタリア語、ラテン語、日本語、中国語、オランダ語を含む複数の言語で書くことによってすべての人を巻き込みコミュニケーションを図ろうとした。これはワーグマンが英語、ドイツ語、フランス語に精通し、 様々な言語を操ることに長けていたことによるもので、ある。ディプソマニアックスアイトビーキファイオンカレドム、カムダイスキーセプルクアテイキングオルコサスイントゥー、コンシダレーションワレノイセットフフコンフューズド、イービゲンローチュービック、ペロノットウィズスタンディングアルフィセパガトゥドゥクエスラ、ペナデルインフィルオイスラドーズノットブートミーバットイット、カシーエープビラティパンメロ、 ザ・ジャパン・パンチ、ボリューム1、ジャパン・パンチは、日本の政治や社会を精査した風刺漫画雑誌として特徴付けられており、外国人には気づかれ、憎い日本の国内政治や社会問題を、横浜の外国人コミュニティに伝えることができた。パンチは、装飾過剰な三文でパロディを表現し、その批評を伝えるため、のぶじや感傷的競技などの習字的要素を多用している。 ワーグマンは日本の高媒な目論ろみ賞をパロディにして横浜の新聞の高媒な意見を嘲笑し精査した。ワーグマンの独特の文体は一種のデッドパンとして特徴付けられており、ジョン・クラークは彼のエキセントリックポリグロットで魅力的な側面の代表格と評している。ありがとうございます。